皆さんこんにちは、長崎のぞみです。2022年明けましておめでとうございます。年末はですね、愛媛で過ごして、京都に、お母さんが住んでるので、年越しは京都で過ごしました。毎年恒例の初詣はいつも私平安神宮に行くんですよ。で、コロナの去年とかかは行けてないんですけど、今年久しぶりに初詣をして、で、神様に今年の抱負を報告してきました。で、今年の私の抱負はですね、去年はソフトボール選手を引退して東京に引っ越してきて、ソフトボールじゃないところから離れていろいろやったんですけど、まあ約20年間ソフトボールしてたってこともあって、こう何もやれてないことがたくさんあったので、本当に去年はやりたいと思ったことはとことんするというか、何でもするっていう感じの目標だったんですよ。なので今年はそのいろんなことをやった中で、もっと深くこう知りたいなとか、一回きりじゃなくてもっともっと知って深く深く掘り下げたいなって思うことを、いっぱいやってたのをこう狭めて激戦して、それをフォーカスやっていって、皆様にいい報告ができたらなとか、なんかいいことがあればお見せできたらなと思ってます。皆さんはどうですか？2022年明けましたけど、何か抱負はありますか？まあ、抱負というか目標とか、本当に小さいこととか何でもいいんで、もしあったらコメント欄でぜひコメントください。ということで、今回のテーマはルックブックです。私の私服を今回ちょろっと公開するんですけど、まあ、私自身こう肩周りとか足周りがやっぱ進化してるから、そこもカバーしてるんですけど、参考になるかわからないんですけど、やっぱスポーツしてる方も多いですし、まあこんな感じもあるんだって感じで見てくれたら嬉しいと思います。ということで早速見てみましょう。では早速ルックブック見たいと思います。まず1コーデ目ですね。このコートはですね、フリークスストアで買いました。結構一目惚れで買っちゃいましたね。で、結構ロングコートなので、やっぱちょっと気になっている太ももとかっていうのは、こういうコートでしっかり隠してることが多いと思います。で、このブーツなんですけど、陽介ってところのブーツで、結構しっかりした素材なので、結構何年も履いてるんですけど、めちゃめちゃ丈夫です。で、ボトムスパンツは韓国で買ったんですよ。韓国のスタイルナンダ 3CE のスタイルナンダっていうお店があって、日本でも通販とか原宿に多分1店舗あると思うんですけど、お店で買いました。ブラウン系が私好きなので、ブラウンコーデ系でちょっとまとめたって感じので、トップスとブーツで黒でベルト下で締めてるって感じですね。で、次2コーデ目ですね。で、2コーデ目のこのね、アウターというか白い服は、これもスタイルナンダで買いました。オーバーサイズなんで、結構何でも合わせれる万能アイテムになってます、私の中で。バッグは MCM のバッグで、これもすごい大好きで使いやすいので、めちゃめちゃしょっちゅう使ってます。で、この靴はアディダスですね。ちょっと厚底の靴で、少しピンクが入ってたり好きな色が入ってるのでよく履いてます。パンツはミーってところなんですけど、まあ基本的にはなんか最初に言ったみたいに、なんかブランドとかっていうよりかは、自分の足太もものサイズとかをズボンとか買うときに見てから、あ、履けるなって感じで履くので、基本的にはあんまりこだわってないんで、このパンツもすごい履きやすくて良かったんですけど、絶対にここがいいとか、ここじゃなきゃ嫌だっていうなんかこだわりは私自身ない感じです。で、3つ目ですね。ルック3。
スーツケースをしてる。スカートは、これは、アディダスのスカートです。これは真っ黒コーデって感じですね。で、トップスはユニクロで、バッグはイルビゾンテです。で、この写真に載ってるバッグなんですけど、ちょっと違うように見えるんですけど、一緒です。このモコモコの頭につけるマフラーみたいなのは、それこそ韓国行った時のスタイルなんだで買ったんですけど、なんかちょこちょこ耳寒いなった時は使ってます。で、トップスはユニクロです。ユニクロはもう万能ですよね。もう何でも合わせれるって感じです。で、スカートに、トップスのユニクロをインして、少しでもちょっと足長く見える感じのコーデをしてます。で、続いて4コーデ目ですね。やっぱ冬なので、アウター着れるので着痩せできるから、結構私は秋とか冬が大好きです。で、これは、ディオスフロントさんのトップスです。丸顔の人って丸首よりも V ネックとかの方が顔がシュッて見えるので、V ネックがあれば結構 V ネック選んで着ることも多いです。で、ヒールパンプスのエスペランダさんですね。やっぱね、私自身160センチなので、ちょっとでも足長く見られるように、ちょっとハイウエストだったりとか、ぺったんこってよりはちょっと厚底だったり、少し高さがあるような靴とかヒールを結構履いちゃいます。という感じで、皆さん、私のルックブックコーデどうでしたか？参考になるかどうかはわからないんですけど、ちょっとでも腕周りとかもも周りとかお尻とか一応気にかけてコーデしてるので、ぜひ皆さんよかったら参考というか、気になった部分をチェックしてもらえたらなと思います。ということで、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。長崎のぞみでした。以上です。